宮崎義太郎6月19日から1942年6月1日は、大日本帝国海軍の軍人、海軍航空隊戦闘機搭乗員。最終階級は、飛行特務注意。撃墜数13期1933年6月1日、第4期飛行予科練習生を志願し、横須賀海軍航空隊に入隊。1937年5月、 飛行練習生過程を終了し3空想昇進、再帰海軍航空隊、ついで高尾海軍航空隊に配属された。1938年9月、第12航空隊府として日中戦争に出動するが、すでに敵へえなく、空戦の機会はなかった。10月5日、観光攻撃で I-16 を一気発撃墜。この時、 両機の坂井三郎も同じく初撃墜を記録している。翌年6月、横空教官に展示、高尾空を経て1941年4月に再び12、空府として観光王家飛行場に進出するも目い戦火なく、8月11日、生徒攻撃で共同撃墜一。10月、飛走長新級と同時に台湾の台南基地に新設された。 台南海軍航空隊に配属された。12月8日、海戦初日、フィリピンルソン島のクラーク空軍基地攻撃に参加し、宮崎は第3中隊の第2小隊で1番機として出撃、一機撃墜を報告する。引き続き小隊長としてフィリピン島攻撃、ライン航空戦に参加。1942年4月1日、台南空は、 第25航空戦隊に編入され、ニューブリテン島のラバウル方面に移動する。4月16日、ラバウルへの進出を完了させる。17日、さらに、ラバウルの前進基地となる、ニューギニア島東,東部の雷基地に進出。6月1日、病気をして、ポートモレスビー攻撃に立候体もに参加した際、奇襲した敵戦闘機1機の射撃を受け発火。 そのまま蒸気が空中で爆発し死亡した。二階級特進して飛行特務注意となる。空戦回数37回、招待戦果として、撃墜数44、炎上6、撃破30。送信ながらも柔道二段で腕相撲は対南空随一であったという、ありがとうございます。